なんで検察官がそのメモを取ることを止める権利があるんですか。検察官の問いに答えることよりもメモを取ることに集中してしまう。正気ですか。あの今 大問題発言だと思うんですよ。もっと法務大臣に辞任してください。でもう一個は、新たにお話を受けてこの場で質問することなんですが、まあ、いわゆる人質司法というものに対する問題意識を持っている方多いです。で、まあ、大問題ですよね。で、まだ質問してないですけどまずね、やってもないのにやったと言われる、まあ、自白をすること、虚偽、まあの自白は検察にとって望ましいことだとまず思いますか。刑事訴訟法第1条は刑事手続きの目的の一つとして事案の真相を明らかにすることを規定しています。検察の理念、よくご存知のものでありますけれども、この中においても取り調べにおいては供述の任意性の確保、その他必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めることとされています。虚偽の自白は真相の解明の妨げになるものであり、検察当局もそのような認識のもと真実の供述を得るよう努めているものと承知しております。それは検察にとっても望ましくないわけですよね。虚偽の自白が行われたケースって何がありますか。あくまで一例として申し上げますと、例えば平成19年に再審無罪判決が確定したいわゆる氷見事件や、平成22年に再審無罪判決が確定したいわゆる足利事件の再審無罪判決、ここでは捜査段階で元被告人の方々が行っていた自白について虚偽である、または信用性がない旨の判事がされているものと承知しております。大臣、なんでそんなことが起きたと思います。まあ、事案ごとに様々でありますが、一概にお答えすることはなかなか難しいのでありますが、その上で過去に検察当局による個別事件の検証を通じて把握された取り調べにおける問題点としては、例えば1番目、取り調べを行った検察官が誘導的な聴取を行ったと伺われる場合、2番目、被疑者の性格等によっては犯人でないのに想像により自ら経験したことであるかのように供述してしまう場合があり得ることへの配慮が足りなかった。3番目、取り調べを行った検察官において警察での供述内容を否定しても差し支えないことを十分に理解してもらう配慮を怠ったこと、また4番目、取り調べにおいて細心の注意を払い、さまざまな角度から問いを発するなどして慎重に心証を形成する必要があったにもかかわらず、これが不十分だったことなどが挙げられております。検察当局ではここで把握された問題点を共有し、検察の理念にもある通り被疑者の主張に耳を傾け、積極消極を問わず十分な証拠の収集把握に努め、多角的に評価を行うこと、取り調べにおいては供述の任意性の確保、その他必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めることなどを通じて事案の真相の解明に努めているものと承知しております。努めております。いろいろ理由述べられましたけど、なんかちょっと聞いてて、私ね、素人ですよし、取り調べ受けたこともないですけど、その取り調べ受けてる人の性格によって虚偽のことを言っちゃいましたっていう判断って何なんですかね。いや、それは性格も多少それはみんなそれぞれ違います。僕と牧原さんと違いますけど、ただ身柄取られて誰とも連絡できず、いや今局長とかはね穏やかに座ってますけど、検察になったらどういう訴えなのか僕は分かんないですけど、いやいや本当にね、いやさあ一般の人は国会議員ですけど、国会議員として聴取を受けることがあったとしても、一般の人としてあったとしても、そりゃ身柄取られて誰とも連絡できず、その中で誘導的な質問をされて、否定してもいいっていうことが伝わらなくてとか、まあよう言うなと思い、今聞いてて思いましたけど、そんなもん、その性格いかん問わずして虚偽の自白をしてしまうような環境を検察自ら取り調べ、まあ、警察も含めて作っちゃってることがあるわけじゃないですか。それをどう是正していくかって話じゃないですか。でね、このいろいろ聞いてますけど、僕聞いてびっくりしたのは、取り調べ受けてるときにメモ取っちゃいけないらしいんですよ。
なんでって僕は思うんですけど、いやでね、聞くと、いやそれは一律に別に禁止してるものではありませんとは言いながら、運用上かなりのところでメモを取ることを禁止されてるそうですよ。大臣、メモ取っちゃダメなんですか、取り調べ受けてる人が。あの刑訴法上は任意の取り調べや逮捕後の取り調べにおいてメモを取ることは禁止されておりません。禁止する規定はございません。じゃ あの僕はそういう将来あの予測したくないですけど、僕はメモ取るときに止められることはないんですよね。ですし、あの今これから取り調べ受ける人がメモ取るときにメモ取んなって言われることは大臣としてないってことですよね。取っていいってことでしょ。検察官による取り調べ時にメモを取ることを認めるかどうかは、取り調べを行う検察官において取り調べの機能に対する影響等も考慮して事案に応じて適切に判断をしております。なんで検察官がそのメモを取ることを止める権利があるんですか。あるならそれを大臣が説明してくださいよ。これはまあ、あくまで一般論でありますけれども、検察官による取り調べにおいて自由にメモを取ることを認めた場合、検察官の問いに答えることよりもメモを取ることに集中してしまうなどして、必要な説得追及を通じて被疑者らからありのままの供述を得たり、その供述態度をつぶさに観察することによって、真実に真相を明らかにするという機能が難しくなるということがございます。また取り調べでは捜査の秘密や関係者の名誉、プライバシーに関わる内容にも言及したりします。そうした事項が記載された証拠を示したりすることもありますが、こうした調べが取り調べが行われているまさにその場でそれを詳細にそのままメモに取ることを認めれば、そのメモが流出することによって取り調べ中に示された捜査情報がそのままの形で外部に流出する恐れが高くなるなどの影響が考えられます。いやまあそれは作られた答弁読んでるかもしれない。正気ですか。その集中力がなくなる、メモ取ってると。そんな黒板で、ね、いやそれ授業中メモ取ってる人間全員集中 してないことになるじゃないですか、小学校で。それ自分が何を喋ったか、およびしゃべ僕もね、それここにいる人たちみんなそうですけど、どっかの式典で挨拶するときに自分で集中しながら自分でこう、ね、こう何を喋るかってメモを書きながら、およびまあ会議の中でメモを取りながら自分がどういうことを喋ったか、およびどういうことを喋るべきかっていうのを頭の中で整理しながらやってるとしたら、別に普通の行為じゃないですか。大臣、本当にメモ取り調べ中受けてたら集中力がなくなって本当のことを言わなくなるって思います？あり得ると思いますね。はい、メモ取るかなり集中力必要です。メモ取ること非常に集中力必要です。頭に入れ整理をし文字に起こす、その間ちょっとコミュニケーションが取りにくくなるのは事実ですよね。じゃあその時聞かなきゃいいじゃないですか。メモ取ってる間待っててくださいよ、取り調べするときに。ダメなのそれ。いや僕ね、その今回この件に関して人質司法っていう問題意識を持っていろいろな方から働きかけを受けて、あの真っさらな気持ちでいろいろな話を聞きましたよ。いや検察は検察で僕は大変だと思うんですよ。今回の裏金の問題にしても、なんであそこの人たち立件しないんだみたいなことを強く言われながら、とはいえ法と証拠に基づいてやっていくんだっていう姿勢は大事だと思うし、取り調べの中でさまざまなご苦労はあると思いますが、一方で自分がその立場になったことを考えたら、身柄取られて誰とも応援できず、誰ともこう連絡することもできず、メモすら取れないと。でいやまあ大臣ね、メモ取ってる間集中力落ちると話しますけど、その間待ってくれたらいいじゃないですか。何かしら問いかけますよね、取り調べする方が。それで取り調べに答えて、答えてる内容を自分でメモする、およびちょっと待ってくださいとメモしながら自分で整理をして答える、何の問題があるんですか。むしろ死するじゃないか、そんなの。それダメなの。どうぞ。まあ、その取り調べの現場の話なので断定的なことは申し上げられませんし、あくまで、まあ、一般論なんですが、取り調べというのもやはりこう流れがあるんだと思うんですよね。やり取りの流れの中でメモ取ることによりそれが中断される、またその、どういうことを書いてるのか、まあ、お互いがそこでその意識をそらしてしまう、そういうことが起こりうると私は思います。いやだって僕は取り調べ受けたことないから分かんないですけど、警察官の方って何か書いてんじゃないんですか。いや、難しい話してないですよ。
俺正直こんな、いや、何があるの検察に。このメモ取るぐらい別にいいでしょ、大臣いいでしょ、これから僕が万が一取り調べ受けた時にはメモ取りますよ、その時に大臣が別に問題ねえと言っても、大臣メモ取っていいでしょ。現場でですね、全員メモ取ってはいけない、もう100人中100人ダメですという取り扱いはしていないようであります。その現場の検察官の判断、そして被疑者の方々とのそのこうやり取りの流れの中で、個々のケースバイケースでメモ取りを認めるケースもあるわけです、まあ、そのことも理解していただきたいと思います。先ほど の, そのメモを取ると集中力がそがれるかどうかという話なんですけれども、取り調べというのは人の話をこうわーっと聞いていて、自分が言いたい意見を何を言おうかなというふうにメモをするというものとは違いまして、質問を受けたらそれに対して答える、またそれに対して質問が来るとい う, こう一連のやり取りでございまして、その質問に質問をまず書き取り、そしてその上で答えて自分の答えもまた書き取りというと、その流れがというふうに、流れがあるんですというふうに大臣がおっしゃったのはそういう意味で、その一つ一つの間にインターバルが生じてしまうということによって、先ほど大臣が申し上げたような、そのご答弁申し上げたような、その供述態度そのものを観察するでありますとか、その問いに対してどのようなその応答をしているのかということについてのその観察したりですか、すみません、それからその質問に対してありのままの供述を得るということが難しくなるという面があるということを申し上げているところでございます。いや、その流れっていうのがなんかさっきの反省点の誘導に近いですよ。流れの中でこういろいろやってるのにメモ書く、その、ね、取り調べ受けてる人間がメモ書くとその流れが途絶えるんだと、そんなんですものすごい取り調べる側からの発想じゃないですか。自分自身何喋ったかぐらい書きたいですよ僕。でね、おい、もうなんかここまでかけ離れた答弁来ると思ってなかったんであれですけど、いや言われる通り、いや局長がね、いや あなた今その取り調べの実態分かんないでしょって言われて、それは分かんないし体験したくないですよそんなもん。ただね、いやちょっと法務委員会でやりません、模擬取り調べでもいいですよ、全員なんかどっか身柄取られてね、メモ取ることによってどうなるか。いや笑い事じゃなくて、取り調べ受けてる人たちはそういう環境に皆さん置いてんですよ。いやちょっと委員会で企画してくださいよ、いいっすよ。で本当にね、もう誰とも連絡取れません。で相手にはね、きっちりその僕分かんないですけど、取り調べする人と書記官とかがいて、ガー言われて流れをこう作られてですね、性格がどうか僕は分かりませんけど、そういうことをやってたら、冒頭聞きましたけど、皆さんが望んでいない虚偽の自白が出るんですよ。そういうふうに分析したじゃないですか。性格によってはなんて、なんかすごい人に責任をなすりつけてるような言い方ちょっと良くなかったですけど、もうね、検察の皆さんの苦労も知ってます、知ってますっていうか、それは理解します。ただアンフェアだって言ってるんですよ。アンフェアだからこそそういうことが過去実際起きたでしょってことです。です、メモですよメモ。それを一生懸命大臣まで巻き込んで鉄壁に守るっていうこと自体に僕は理解ができない。ちょっと牧原さんも道下さんも含めて、その取り調べのあり方とか含めて一回ちょっと委員会で何かやりましょうよ。委員長ご検討ください。理事会で協議させていただきます。終わります。それでは会派を代表してご質問いたします。で今ほどのやり取り、実は私も非常に興味深く伺ったので、ちょっとそのまま追加で お伺いしたいんですけれども、今ほど大臣ね、いやメモを禁じるというその刑事訴訟法上の規定はない、そうおっしゃられましたよね。いやないわけですよ。で、まあ、まさに、いや、じゃあ、全くその規定がない中で、はいと、取り調べですよと行くと、で、ちゃんと自分でメモを取り出した、その人がね、何も断らずに被疑者がメモを取り出した、それ、どうやって止めるんですか。何の規定もないわけでしょ。それをなんで、どういう根拠に基づいて、お前、メモやめろっておっしゃるんですか。お答えください。検察官にはその事案の真相を明らかにするという責務がございます。そして非常にそれは困難なタスクだと思います。その困難さを克服する手段として、被疑者の方に協力を求めて、メモは後にしてください、今私の話を聞いてください、私にまっすぐ答えてください、そういうやり取りをするためにこのメモの禁止というのを執行、まあ、執行というか実行しているというふうに私は理解をしております。だから答えになってないんですけど、
いや、お願いはしていいと思います。それは人間ですから、人間同士ですから、どんなお願いだってしていいわけですよ。でもそれは逆にどんなお願いもそれはお願いである以上拒否していいわけですよ。嫌ですと、ね、でそれを拒否させるには、拒否させないには法的根拠がいるわけですよね。でないっておっしゃられたわけじゃないですか。で法的根拠がない以上それはメモしていいわけですよ。違うんですか。行政権の執行というのはこの条文でこれやります、この条文やっぱり そういうその条文対応の権限ももちろんあろうかと思います。行政権の執行としてはだけど、大きく検察に課された目的、真相を明らかにするという目的を延々とする行政的なアクション、これは許されると私は思いますし、非常に困難な作業です。真実を明らかにするというのは机上のことではありません。生身の人間を相手に真実を明らかにしていくわけでありますから、そういうやり取りを検察官はやってるわけです。その中からこういうことが必要だという結論に達しているわけであります。全員じゃないですよ、100人が100人止めるわけではないですよ。しかし必要な措置としてこれを今まで実行してきているわけであります。そのことをご理解いただきたい。今 大問題発言だと思いますよ。法務大臣が法的根拠なく行政権を執行していいとおっしゃられたわけですよ、今。驚きですよね。いや、だって根拠ないって言ったじゃないですか。根拠ないんでしょ。いや、法律ですから何かの根拠をちゃんと示してもらわないと困るんです。大枠でも何でもいいんで、根拠を示してもらえますか。メモをしたいっていう人にメモをしてはいけないと、まあ、要請はいいですよ。要請してもそれを断ってる人に対して、そこから強制的にメモをやめさせる根拠をおっしゃってください。それがなくてもできるっていうなら、それはもう法治主義の破壊なので、ちょっと法務大臣に辞任してください。刑事訴訟法の第1条に刑事手続きの目的の一つとして事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限の元です。取り調べは供述の認定や信用性が損なわれないように、もちろん取り調べをすること自体法律で認められていることでございまして、その法令の範囲内で実施しているものと承知をしております。そして先ほども申し上げたようにメモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので法的な強制力のある禁止ではないというところはもご理解いただきたいと思います。その上でこういう、必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、でそれがあくまでも受け入れられない場合にどうするのかというところについては、法律上の根拠があってしていることではないというところで、その先ほど申し上げたその認定であるとか信用性であるとか、あるいはその取り調べの中で出てくる他の方々のプライバシー、あるいはその捜査の秘密、そういったこととの兼ね合いで、そのじゃあメモをどうするのかというところを個別に判断するということでございまして、大臣が答弁されたのもその趣旨でおっしゃっているものと理解しております。いや、その趣旨今食い違ってますよ、言っときますけど、全く食い違ってます。刑事局長はね、さすがご存知なんだと思うんですけれども、まずね、そもそも刑事訴訟法第1条は、この法律は刑事権につき公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障等を全うしつつですよ、事案の真相を明らかにし、刑事法令を適切かつ迅速に適用実現することを目的とするですので、調べるためなら何でもいいなんて言ってないです。で、しかも刑事局長もおっしゃられたように、あくまで任意です。あくまで任意のお願いしかできないので、嫌ですと。もうひたすら私はメモしますと。まあ、それによってね、検事さんの何か心証が悪くなるとか、そういうことがあったって、それは仕方なりませんと。それはもう前世に私が負いますよと。でも法令上も何も禁止されてないんですから、それは私はもうひたすらメモしますよって言ったら、それは禁じられないということでいいですね。はい、それはご本人の意思を通されるということであれば、強制的には止められません。はい、そうだと思います。だこれね、もう国会のでの質疑ですから非常に重要です。これは、要するにもうこれからね、私も弁護士ですので、弁護士会にもご報告させていただきますので、今後ひたすらやっぱりメモはそれは禁じられないです。はい、ということでよろしくお願いいたします。でしかも一部の人にメモを許してるんだから、許してる以上他の人になんか任意こう恣意的に禁じるのはそれは無茶でしょ。はい、ということでメモは禁じられないということを確認できて、それは大変良かったと思います。